今年、まあ一般的にも話題になっている新ニーサの闇について、はい、出たこれ知りたい人多いんじゃないですか。そうですね、 ねやっぱり日本って敗戦国なんですよ、ね、そうね、はい、アメリカとかね世界の支配者の言うことを聞かざるを得ず日本のお金を海外に投資させろという圧力がかかってるんだと思いますね。ベニコージ事件も個別契約の株価下げて結構外資買ったみたいな話は聞きましたね、うん、なんか見方によっては助けてもらったんだけどもその問題自体がもしかしたら作られてたらって思うとかなり陰謀論闇深いですね。闇深いっすよねこれね。ライオンはトゥルーあなたは信じる島谷軽々投資伝説紹介チャンネルどうもこっきです。マットショーのマットです。ということでですね相方が急に変わりましてそうですねやっぱり共演 NG なんですかね本当にねマットさん来るよっつってもなんかあちょっと用事あってみたいな、はい、まあ、確かにですねこのちょっと前に彼自動車で事故起こしましてそういうところじゃないのかもしれませんけども確かに今日はマットショーさんと撮らせていただきます。でですねマットショーさんには今年入ってからちょっとやばいこととかをちょっと紹介してもらいたいなと思って、はい、いつもやっぱりバーカムナとかを経営してるからやばい情報が入ってきたりとか、はい、ご自身でもたくさん調べられてると思うんですけど、はい、その中で一番ちょっと闇深そうなのをちょっと紹介していただきたいな。そうですね今年まあ一般的にも話題になっている新ニーサの、はい、出た闇について。出たこれ知りたい人多いんじゃないですか。そうですね、ね、まあニーサは今年初めに新ニーサとなって生まれ変わったことで話題になって、はいはいはい、今まで投資してこなかった人が投資に興味を持つきっかけとなったのですがタレントの小倉優子さんは国が推しているものにいいものがあるのかなって何か裏があるんじゃないかなと思っちゃうという陰謀論のような発言をしたことが話題になりました。出ましたね。新ニーサもね国が結構推奨していますもんね。そうですね、うん、そんなニーサのね陰謀論をお話ししますけども、うんもうまずはニーサとは何なのかという部分についてご説明します。そこから、はい、まあ、通常ね株式投資といえば利益から 20% の税金がかかるのですが、はいはい、ニーサの口座を使って取引をするとその税金がかからないという制度になります。これなかなかね画期的なんですよね。そうですね。例えば株で1000万円利益が出たとしても200万でいいですね。普通の税金だったら金額に応じてもっと取られたりするんですけど、はい、株はもう一律どんな金額であろうと 20% と決まってるんですよね。そうですね。その新たに始まった新ニーサは、まあ、旧ニーサよりも投資金額が拡大して最大で1800万円まで投資できるということですね、はいはい、でこの1800万円は元本のことなのでその1800万円をどれだけ増やしても非課税になるということです、うん、すごい、はい、簡単に言うとこんな感じなんですけども、うん、なぜニーサが騒がれているのか、うんうん、もうちょっと経済的なからくりについて説明していきます、はいはいはい、日本に住んでいて投資をあまりしていない方は基本的には日本円で持ってる方が多いと思うんですね。そうでしょうね、はい、それは投資に言い換えればどういう状態なのかというと実は円に投資しているっていう状態なんですね、うん、投資はリスクがあって怖いという方も多いと思いますがその円に投資しているという状態も逆にリスクがあるんです、はいはい、例えば1980年の物価を見てみると、うん、外食でのそばやうどんの価格は平均280円となっているんですけども安いですね。今平均750円。そんな高いですか、はい、やばっ。つまり物価が倍以上になってるんで44年前は、はい、そんだけ安かったことですもんね。そうです。やっぱ、はい、そんな増えたんだだから当時稼いでた100万をそのまま口座に寝かしといたら実際価値が半分以下になってるってことですね。そういうことだよね。物価が上がったということはその価値が下がってるのとイコールですもんね。そうですね、うん、まあ、ちょっと昔すぎたんでもっと最近のことを言いますと、はい、2010年でも平均価格が600円なんですよ、はいはい、なんで今750円なんで、うん、2010年からでも150円上がってるわけですね、うんうん、つまり物価上昇によって2010年からでも 20% ぐらい価値が下がって、うんうん、当時100万円入れてたら20万円損してなったのと一緒っていうことですね、うん、だからお金の価値が下がるっていう概念があんまりこう投資を勉強してない日本ではあんまり馴染みがないんですよね。そうですね。そうでも円っていうのも一つの、まあ、例えば物みたいなものなんでその価値が下がるっていうことはわりかしこう生活に直結することなんで結構勉強した方がいいですもんね。した方がいいですね、うん、で今過去の話をちょっとしたんですけど、はいはいはい、ちょっと未来どうなるかって話をします。確かに、はい、今後インフレしていったらどうでしょうかっていうことで例えば20年から30年後にラーメン1杯が3000円になっていたり、いやー言えるんじゃないですか、はい、車が最低500万円ないと買えなくなったらどうでしょうか。ここまで物価が上がるか分かんないんですけど、まあ、今まで資本主義経済の歴史を見ると必ず物価は右肩上がりになってるんで、うん、インフレ自体を 100% すると言っても過言ではないっていうこと
ことですね。そうね。だから一番問題なのはそれに伴って所得が増えてないことですよね。そうですね。やばいっすよ、ね。その辺もちょっと後からお話ししようかなと思うんですけども、はい、直近のインフレ率を IMF が出してるんですけども、うん、2029年までのインフレ率を予測しておりまして、それによると毎年 2% 程度インフレするという予測なので、ちょっと僕が計算したところ、2022年の1月1日に100万円貯金してると、うん、2029年には83万2472円の価値にしかなってないという。めっちゃ目減りしてる。そうですね、うん、だから一昨年貯金していて100万円が5年後には実質83万円の価値しかないっていうことですね。損だなぁ。そうですね、うん、まあ先ほどね、物価上昇は給料が上がれば問題ないんですけども、うん、それが追いついていないっていうことで、うん、実際にさっき2010年からそばとかねの値段が平均価格で150円上がったって言いましたけども、はい、初任給に関して言うとそっからあんまり変わってないですよね。そうっすよね。だいたいなんか20万円そこそこみたいな。そうですよね。はい。でこれは実質賃金っていう労働者がもらった賃金でどれだけのものが買えるかっていう指標の話になるんですけども、はい、2024年5月の段階で26ヶ月連続実質賃金はマイナスという不名誉な記録になってます。だからどんどん26ヶ月連続買えるものが減ってってるみたいな状態ですね。今年の6月やっとプラスになったそうですけど、結局前年同月比なんでマイナスだったところからちょっとプラスになっただけっていうので微妙なんですね。まあこれがね、円に投資したリスクっていうことで、まあ実際に円でしか持ってないね方はね、円投資に失敗したと言えるんですね。世界各国では実質賃金は逆に上がってるのに、日本は1995年からのデータを見ても今までも右肩下がりになっているとやばです。だから海外の人と比べてもね、貧乏になっている。そうっすね、貧乏っすね。で今はね、コロナが終わって外国人が言うには、日本はクオリティが高いのに安いっていうことで、うん、めちゃくちゃ旅行に来られてますよね、うん、日本が安いっていうことは土地や物件がたくさん買われて、実際に外国人にどんどん実質的な支配をされていってるのではないかっていうことですね。そうですよね。で海外の物価の話で言うと、うん、はい、コネチカット州のダリエンという町のマクドナルドでビッグマックセットを買うと、うん、日本円で約2700円なんですね。たっけ、たっけって思っちゃいますよね。たっけ、え、たっけ。イギリス行った時もバーガー1個1500円でしたから、高いですね。たっけと思うけど2700円。そうですね。たっけ。まあこれね、アメリカでも高い方のビッグマックセットみたいなんですけど、コネチカット州の最低賃金はまあ2300円ほどなんで、うん、現地の人からしたら日本人が2700円って思うほどは高く感じないってことですね、うん、ああなるほど、はい、なるほど。あとですね、日本人が貧乏になっていく原因の一つとして、うん、まあ先ほどから言及している日本円での貯金があるっていうことなんですね。日本人は海外の人と比べて、まあ、お金を使ったりとか、うん、散財したりとか投資するっていうより、まあ、貯金が結構好きな国民性なんで。そうっすよね、はい、結構市場にお金が回らず不景気になるっていうことですね、うん、それでまあ実際自分の首を絞めてというか実質賃金が下がっていくっていうことですね、うん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 、で逆に株を買ったりとか、まあ、お金を使ってねたりすると、まあ経済が回って株価が上がって企業にお金が入れば、企業はその調達したお金でさらに成長するチャンスが生まれて給料は増えて日本全体の景気がいいという好循環状態になります。バブル崩壊後にね、投資とかお金を使うことにちょっと保守的になって貯金主義になったことが日本が不景気になった理由の一つになっているということです。お金の総量は日本で結構多いんですけど、使わないから回らないんですよね。そうですね、うん、はい、今老後に必要な資金がですね、独身で2000万円、夫婦で3000万円必要ってされてるんですけど、まあインフレすると必要なお金が増えていくので、この金額貯めれたとしても安心というわけではなく、将来的にはこれでも足りないっていうことになるんですね、うん、そうだ。僕の、はい、その社会人成り立ての頃は2000万円は老後で必要が取っときなさいって言われてたんですよ、はい、多分2000万じゃ無理ですよね。無理ですね。最近のニュースだとこのインフレ率だと4000万必要だっていうふうに言われてますね。倍やないか。そうですね。やばくないですか。やばいですね。え、倍はきついね。きついですね。60歳まで2000万貯める計画でやってる人も貯金だともうダメってことですよね、うん、追いつかないですね。追いつかないってことですね、うん、NISA に関して独身者が老後に必要な2000万円を自分で貯めましょうっていうことで、うん、新NISA の枠が1800万円になってるっていうのが僕はNISAの意図だと思います。あ、なるほど。税金取らないんで自分で1800万円から増やして2000万円以上にしましょうということですね、うんうんうん、ただインフレによって4000万円必要になるんだったら将来的にNISAの枠がさらに上がるかなとは思ってます、うん、でここまでが比較的一般的なNISAの概要になるんですけども。いや、わかりやすかった。なるほどなるほど、はい、ここから裏の目的は何なのかっていう話になります。で今聞くといいことしかないじゃないですか、はい、お金も貯まるし税金もかからないし、はい、自分で食っていく分を国から補填してもらって補助金で受けようじゃなくて自分でちゃんと稼いで老後に当ててくださいねって意味でも素晴らしいじゃないですか。そうですね、うん、裏の意図があるんですね。裏がある。小倉優子さんは国が推しているNISAには裏があるはずっていう発言をしましたけども、うん、それはNISAを始めると損をするというような意味合
合で小倉優子さんは言ったと思うんですけども、うん、実際の裏の目的は先ほど話した老後資金を年金では賄えないので自分で貯めさせるっていうのがまず一つ目。ああ、まあこれ分かりやすいけど、まあ、まあ悪いことではないと思う、ね、そうですね、悪いことではないですね、うん、まあどんどん少子化になって年金もそんな出せなくて、うん、支給年齢も引き上げられる可能性も高いので、うん、老後資金は自分で貯めてねっていうことですね。確かにね、退職の年齢まで60歳から65歳に上がったりとか。そうですね、70歳になるかもしれません。70歳になるかもしれませんもんね。そうですね、はい、ただこれだけじゃなくてまだまだいっぱいあるんですけども、うん、もう一つがですね、海外に日本人のお金を流すために、2022年5月5日に岸田首相がロンドンでの講演で話したこととして、うん、日本人の個人が持っている資産2000兆円のうち半分以上が預金や現金で保管されており、そのお金を投資させ資産を増やさせるということを話しました。つまり1000兆円以上が預金と現金で円として存在しているということで、うん、それが眠っているから経済が回らないっていうことです ね。その新ニーサで投資するといいと一般的に言われている人気銘柄がありまして、うん、それが S&P500 というアメリカ株とオールカントリーと呼ばれる全世界株の2つが主に投資するといいと言われております、うん、日本株じゃないんですね、うん、そうなんですね、はい、日本政府が進めるものですから、本来は日本の景気を良くするために日本の株を進めるべきですけども、新ニーサは日本人のお金を海外に流出させるのが目的ということです。怖、まあ、その意図は何なのかというと、やっぱり日本って敗戦国なんですよね。そうね、はい、アメリカとかね、世界の支配者の言うことを聞かざるを得ず、日本のお金を海外に投資させろという圧力がかかってるんだと思いますね、うんうん、海外に投資するということは円を売って外貨に変えてるということですね、うんうん、つまり円が売られるので、今の円安は日本人自身が新ニーサの影響で海外に投資したことの結果でもあります、うんうん、で円安になるとガソリンとか食料品とかの輸入品が値上げするので、より物価が高くなって日本人が実質貧乏になっていくっていうことですね、うん、そうですね。でまだあります、3つ目の裏の目的がですね、はい、ニーサを始めることで誰が得をしているのかっていう話ですね。それはあの株式投資の投資先となる上場企業とニーサ口座を取り扱っている証券会社などの大企業になります。海外だけではなく、まあ、日本に投資する人も当然いるんで、その投資先となる上場企業にはお金が集まるようになります。そして証券会社や銀行などは手数料などで儲けることができるのです、まあ、つまりね、あの政党とか政治家権力者とのつながりが大きい大企業がたくさん儲けるのが3つ目の裏の目的ということで、非上場企業とかニーサに関係ない中小企業はあまり恩恵を受けないということになります、うん、あとですね、ニーサを始めた人が、まあ、積立投資だけしてるならいいと思うんですけども、うん、まあ、初心者がね、個別投資とか始めたりしたくなっちゃうんで、結局プロの機関投資家が初心者からお金をむしり取るっていうことで儲けることもありますね、うん、まあ、短期トレードとかになるとやっぱり誰かが勝って誰かが負けるものなので、もう初心者がむしり取られるっていうことです、うん、4つ目まだあるまだありますタンス預金を証券口座に入れさせて資産を把握するためですね。なるほどなるほどなるほど。日本のタンス預金の金額は30兆円から80兆円あるらしいんですけど、むっちゃあるやん。そうですね、そんな家に置いといて大丈夫やばいですね。ゴヤッキーさんもあるんじゃないですかいやでもそんなないです、まあ、あの銀行に行けないことがあるのでちょっとは、はい、置いてるんですけど、はい、こんなあるんですか。やばくないですか。やばいっす、みんな持ってますね持ってんなー。で今あの30から80って言ったように、国も正確に誰がいくら持ってるか把握してないんですよね。でニーサで投資する資金源がタンス預金だとしたら、一回証券口座にお金入れるんで誰がいくら持ってるのかを把握しやすいっていうことです、まあ、国民総監視管理社会の一環っていうことですね。今年発行されたね、新紙幣の発行もタンス預金をあぶり出すためっていうのが一つありますね。あ、そうですよね、はい、未だにね、聖徳太子の1万円使っている人がいたら怪しいですし、怪しいですよね、機械にも入らないんで、うん、まあ、一回タンス預金をね、新紙幣に換金してから使う人が多いということで、はいはいはい、資産をね、あぶり出すということですね、うん、つまりニーサの裏としては、日本国民に老後の資金を自分で貯めさせるためと、世界の支配者が日本人のお金を海外に流出させること、うん、大企業が儲かるようにすること、タンス預金の把握の4点だというのが僕の結論です。一般的にその僕らたち国民からしたら、はい、いいことない闇ばっかしじゃないですか。そうですねなんですけど、昨年あの岸田首相のことをね、増税メガネと呼ぶことが流行したように、はい、増税増税となっている中、唯一の大幅減税政策が新ニーサだと言われております。まあ利益出しても税金払わなくて良くなったっていうことですからね、うん、まあ僕の結論としてはこういった裏の目的はあるんですけども、うんうん、ニーサをやるとはめられるわけではなく、アメリカや政府大企業の利益を生み出さないニーサをやらない人と、老後資金を自分で貯められなかった人を逆に見捨てるための制度かなっていう。見捨てる、はい、こんなに政府は言ってるのに、うん、やらないやつがのたれ死んでも知らないぞ。ああ、なるほどね、はい、うんうん、ちゃんと政府は言ってるだろうみたいな。
いや怖っそんなこと言われてもじゃないですか。そうですねなんで僕は結構ニーサはこういった理由から精神派なんですけど、まあやっぱり何事もリスクあるんで、これ見たね皆さんが僕のせいで損したとかね言わないでほしいなとは思ってる。てかえらい戦ってましたもんね、ニーサ反対派とね。そうそうですねX で戦ってるんで。そうですね、あれは陰謀だとか根拠もなく言ってくるんで実際ね、今月あの大規模な下落ありましたからね、いろいろありましたね。でああいうの見ちゃうとやっぱ不安になる人がいるでしょうね。いますね、あれでやっぱりニーサ始めた初心者の方が損切りしてしまって損をして、そこで買った機関投資家みたいな人たちが結局儲けてむしり取られたっていうことなんですよね。そうですよね、あれこそ闇深いですよね、なんかね、はい、あれでもね持っとけたらねよかったんでしょうけどね。そうですね、僕も怖くて下がった時に買えなかったですもんでもそれでね買い足ししてそれでもまた週明け後に下がっちゃって、青白王子とかもねえらい目に遭ってたっていう報告動画出してましたけど、はい、そうです ね、 ねどこで買い直すかのタイミングみたいなのすごい大事ですもんね。そうですね、かなり難しいですね初心者には、ね、だから何もせずに置いとくのが多分良かったんでしょうね。そうですね、持ってる人はそうですね置いとくのがいいと思います。もう初心者の方はあの長期目線 で、はい、そうですね、積み立てっていう感じがまだニーサはいいと思うんですけど、はい、特に信用取引やってる人はねめちゃくちゃ注意しないといけないですよね。そうですね、そう信用取引っていうのはもともと自分が持ってない金額をレバレッジかけて証券会社から借りてきてお金をかけてるということなんで、マイナスが膨らんでくるとお衣装と言ってあの追加に口座に入れてくださいっていうのが来るんですよ。そうですね、それであの破綻しちゃう人がまあ多いんですけども、はい、ニーサそういうのは大丈夫ですよね。はい、そうですね、うん、それでやられたのが青白王子ですよね。そうですね、はい、もういや本当に闇深いなこれも。そこでさ、はい、あの株式の場合は全部この日本の株っていうものが日本の投資家が持ってたわけですけど、売ってしまったから今度海外の投資家がそういうふうにかぶさって買ってるじゃないですか。はい、そうですね、実質、ね、会社っていうのは株主のものなんで、はい、日本の会社が外国の方の名義になってしまってきてるんですよね。製薬会社とかももう外資が筆頭株主というか大株主になってて、うん、もう日本のものじゃ実質なくなってるみたいなのねよく聞きますね、うん、やばー。はい、紅麹事件の時も個別契約の株価下げて結構外資が買ったみたいな話は聞きましたね、うん、なんか見方によっては助けてもらっただけども、その問題自体でもしかしたら作られてたらって思うとかなり陰謀論闇深いですね。闇深いっすよねこれね、はい、やばいやばいですね、やば怖っやっぱりお金のことはね皆さん勉強した方がいいかなと思いますね、はいはい、いや怖かったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。マットさん他に投資系やってはるへんですか。今年からですけど株式投資やってます。あ、今年からなんですね、はい、僕はもう株とか金取引はやってるんですけど、はい、昔からやってるんですけど、はい、YouTube で最初飯食われへん時はずっと僕トレードで飯食った人間なんで、はい、そうなんですか。そうなんです、デイトレでデイトレもしてましたし、はい、もちろんスイングでも持ってたりするんですけど、はい、じゃあ詳しいですね僕より全然、まあ、いやある程度のことです。でもニーサ僕やったことないんですよ、はい、あ、そうなんですか。そう、その時あんまニーサっていう言葉があんまりそんなに浸透しなかったと思って、はい、株っていうのはそもそも企業が良くなるためにお金を資金調達するわけですから、はい、上がっていくことが前提じゃないですか、はい、そもそも。そうですね、そう、でも他のなんか商品銘柄っていうのは、はい、上がり下がりがちゃんとそのレンジの中であってこそなので、はい、なんかタイミングが難しいなと思ってやらなかったんですよ、はい、で僕投薬にも変に競馬で儲けようとするんやったら、はい、株式投資勉強しちゃった方がいいでって言ってるんですけど、はい、じゃあそうなんですね。あいつはことごとく競馬でなんか稼ごうとしてるんですよ。ゼロか100かみたいなところですね。でなんかスタッフにも言い切ってたんですよ。いやこれ今日来るからこれかけといた方がええでみたいな、はい、で負けとんすよほんで挙句の果てにあの X みたいな夏競馬難しいって何やそれやろ。それで車ぶつけてるでしょ。そうですね何やそれ、マイナスしか生まへんじゃん。東屋さん稼いでると思ったんですけどお金はあるんですかね、あの方。あの人全くないでしょ。あ、そうなんですか。あれ嘘じゃなくて本当にないでしょ。本当にないですか。ただ何に使ってるかが全く分かんないですよ。ポケカですかねそう、あいつなんかいつもなんか僕の方が持っていってるお金あるみたいに言うんですけど、はい、もう給料全く同じなんですよね、はい、あいつと、はい、なんであいつはほぼゼロに近いんだっていうのがもう都市伝説。都市伝説ですね。これはカヤッキーさんでも分からなかったら都市伝説。本当に闇深いですね、はい、ということで僕マットショーさんの方のチャンネルにも出演させていただいてるんでぜひご覧くださいませ。お願いします。はい、そしてですね30万人行くまでやめませんの配信にも付き合ってくださった小闇ラティの方にもですねその時の感想等々を含めたインタビューをしておりますのでぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイ。失いやしないよ思うがまま君を連れて羽ばたきたい。いびつでもいい秘密の通り夜空に飛び立つ心象のストーリー。